戸塚駅前、内都歯科院長の内藤です。歯を抜いた後に注意することを申し上げます。はい、1> 丸1、抜歯当日はぐちゅぐちゅとうがいをしてはいけません。<noise> 常温の水で軽くゆすぐ程度でしたら問題ありませんが、強いうがいはダメですよ。特に血をペッペッと吐いて止めようとする行為は逆効果になります。丸2、抜歯当日は 心拍数が上がるような行為はしてはいけません。具体的にはお酒、運動、お風呂などです。ただシャワーデートでしたら心拍数がさほど上がりませんので問題ありません。丸3、ガーゼを四つ折りにして患部で軽く噛んで圧迫止血をしてください。一つのガーゼは30分くらい噛んだら新しいガーゼと交換してください。おおよそ血が止まるまで 3回くらいガーゼの交換が必要でしょう。丸4、投薬について。抗生物質、当因の場合には、こちらの青白のカプセル。毎食後1錠で、1日3回を、決められた日数分服用してください。抗生物質にアレルギーのある方は、クラリスというこちらの抗生物質をお渡ししています。痛み止めは、こちらの黄色い錠剤。 一回につき一錠になります。ただし、痛みが強い場合のみ、二錠飲んでも構いません。4時間くらいの効き目ですので、切れてきたらもう一錠飲んでください。丸五、抜歯当日は安静に過ごして、早めに寝てしまうことをおすすめします。丸六、抜歯をしたところは、欠片というゼリー状のかさぶたができるのですが、柔らかいため2、3日は取れやすいです。 歯ブラシで触ったり、強くうがいをしたりしないようにしてください。血平は数週間で歯茎になって平らになることにより、傷は跡方もなく治ります。さあ、これで以上になります。お大事に。